ニラバランは、卵化植物の一つ。ネギのような、細長い葉を一枚だけ持つ。ニラバランライヒビー、フィルは、単子用植物卵化ニラバラン属の植物である。地下に休憩があり、地表には単独の茎を伸ばす。葉は一枚だけ、細長くて、中空の単面葉を持つ。その見かけはまさにネギで、ただし、黄緑色で、表面はこう吹いたようにはなっていない。 名前は、ニラのような葉の乱、の意味であろうが、ニラは、扁平な葉を持つので当たらない。葉は10から40センチメートルばかり、やや立ち上がり、先端は緩やかにしなだれる。葉の基部は、円筒形の鞘となっている。果樹の一部下形はまっすぐに立ち、葉はその基部近くから側面に出る。下形の先端の型に20から30個の花がきっちり、並んだ水上につく。花は、 緑色で小さく、幅3ミリメートルほどしかない。神弁は、やや細長く、下に伸び、その左右にある、側弁は外側に反り返る。それ以外の花びらは小さく、上にまとまる。海岸近くの日当たりの良い背の低い草地に生える。ただしとにかく縦に細長い植物で、形にも色にも目立つ点がほとんどないので、稲荷植物の間などでは、紛れてしまい。 探すのも難しい。日本では、千葉県以南の本州から、琉球列島にかけて知られる。本州では起産だが、鹿児島県以南では普通種。温暖地では、本土のネジ花と同様に芝生などの人為環境にも適応して、種子繁殖し、時には群生状態になることもある。国外では、中国南部、台湾、フィリピン、マレーシア、オーストラリアまで分布する。 この属の植物は世界に10種ほどあるが、種としてオーストラリア、ニュージーランド近辺にあり、日本にはこの種しかない。それ以外の属でも似た姿のものはない。花の感じはトンボ草類にも似たものがあるが、歯が全く異なっている。実用的価値はない。鉢栽培で栄養繁殖、種子繁殖ともに可能で無菌派種も容易だが、栽培されることは、 ほとんどない。冬、緑性で、陶器に、高層や凍結から保護する必要があり、管理が煩雑であることや、何よりも、干渉価値がないに等しいためである。稀に園芸業者などが販売することもあるが、日本産の欄の中では最も園芸需要イコール、最終圧の低い種類の一つである。ありがとうございます。